それでは大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、これより総統全インターナショナル主催オープントーク、総統全インターナショナル20年の歩みとこれから、並びに、パネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。開式に先立ちまして、会長よりご挨拶をさせていただきます。岸君も今日6月18日は第1回ブラジル移民の日、海外移住の日となっておられるという、まあ、海外移住に関してはもうそれ以前からもありましたけども、ある意味海外移住の日として制定されたというのがこの今日にあたって6月の18日、ブラジルにその第一歩を記したというのが今日の日であるようです。で、改めまして、今般皆様方ご案内申し上げましたように、総統全インターナショナル20年を迎え、その足跡をたどりながら、また改めて今後の党本会の運営等に関しまして、今後の総統全インターナショナルの歩みを、まあ、一つ総括する、そうした趣旨も込めまして、この20年を振り返りながら、先達たちが築いてきたこの足跡、さらにこの私たち今日の国民の中にまた生かされるよう努めていければと念じております。今回まず総会20周年にあたって最初にその20年の歩みを振り返る意味でオープントークから開催させていただき、この20年の歩みを含めて各先生方のご経験、またこれからに対する会への要望等をご討議いただいて、その後の臨時総会等に反映させていただければ何よりかと思っております。またその趣旨等に関しましては、皆さん方の手元にあります資料の中にも、私先般総会におきまして提案させていただきましたこと、趣旨等要項等を書いてございます。なおそうしたところをご通していただきながら、この参考にしていただければ何よりかと思っております。この20年本当に振り返りますと、本当に皆さん方それぞれのご協力なしには今日まで来れなかったとかは言うまでもございません。またさらに海外とのこの本に交流、前会長でありました福島会長が提唱しておりました人情報伝、それをもとにして本当に海外との交流もさらに深まり、そして日本国内においてもその啓蒙活動が充実してまいりまして、各国際化また諮問機関でもそのことが取り入れられながら、今日に至って初期の目的でありました海外開教師、まあ、現国際布教師としてその物心両面での支えも充実してきたものだと存じます。そうしたことを踏まえて、最初の私たちの初期目的から、これから将来に向かってのまた展望展開ということについて、また皆さん方の忌憚ないご意見いただければ、これに勝るものはないものだと思います。ただそれに関しましても、マンパワーといいますか、人の力、これに勝るこの活力というものはないものかと存じます。そうした中、皆さん方さらなるこのご理解とご協力いただきながら、まあ、この20周年の節目をまた大きくしながら、次なる展開に向けて総統全インターナショナルの意味、あり方ということをさらに、
ご討議ご検証いただければ会の本来の意味というものが生まれてくるのであると信じております。長くなりますけれども、改めて本日皆さん方ご対応の中、この20周年記念式典、また臨時総会にお運びいただきましたこと感謝申し上げる次第であります。突然でありますけれども、会長挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。会長挨拶をいただきました。申し遅れました。私本日も全体の進行させていただきます事務局長原田でございます。よろしくお願いいたします。出席年を前に、SZI20 年の歩みを振り返るということで、これまでの1993年の発足から今までをまとめたものを用意いたしましたので、こちらの方をご覧いただければと思います。ちょっと照明をさせていただきます。
それでは、これより、パネラーといたしまして、秋葉玄吾老師、山本健全老師、吉田光徳老師、大場真由老師、飯島彰志老師、そしてコーディネーターとして福島信越老師をお迎えいたしまして、総統全インターナショナルオープントーク、総統全インターナショナル20年の歩みとこれからを開催いたしたいと思います。それではコーディネーター福島先生にマイクをお送りいたします。皆様こんにちは、ようこそお越しいただきました。ただいま20年の歩みのライブの方を見ていただきましたけれども、皆様とこれからのオープントークに先立ってですね、一応共通認識を持っていただいて一緒に参加していただこうという、そんなような思考で、ビデオの方を見ていただいた次第でございます。これからこのオープントーク進行を務めさせていただきます、現在、SDI の相談役を務めさせていただいております福島でございます。何も、このようなお役に不慣れでございます。そしてまた力不足で、ございますので、皆様方のご協力を得まして、進めさせていただきたいと思っております。初めに、座らせていただきたいと思います。会長の挨拶の中にもございましたように、このオープントークを開催した理由の一つに、2月28日熱海におきまして、総会が行われたわけでありますけれども、会長の方から、この SDI の活動自体を見直す、そして、いろいろな問題が あるわけでありますけれども、この機に、発展的解散をするのか、あるいは何らかの形で、存続を図るのかというようなお話し合いをしたわけでありましたけれども、結論が出ませんでした。そこで、人事総会を開催して、その時に、この方向性を皆さんと共に話し合ったらどうかという、そんなようなことで今日この人事総会の前にこのオープントークというのが開催されたわけでございます。今日はですね、見渡してみますと大体お知り合いの方ばかりということですので、気楽な気持ちで、このオープントークさせていただきたいと思いますけれども、まずパネラーの皆様方をご紹介させていただきたいと思います。一番向かって右から現、副会長飯島彰志先生です。続きまして、ハワイの国際副教師、ハワイのヒロですね、ヒロ大正寺の住職、そしてその後ホノルルの別院の方の主席参事、そして100周年の実行委員長、そして、帰国されまして、地方の方で今事務所副教師さんということで、活躍されております吉田光徳先生。続きまして、この教科部に副裁部ができまして、初代の副裁課長ということで、海外関係のことをですね、行政サイドの裁部でもって、ご尽力してくださっております。今衆議会議員として活躍されております山本健全。続きま
まして、ロサンゼルス禅宗寺の国際教師に、されて、今は一応失礼なんですけども10年を出しておられますけども、都市改良と言っていいと思うんですけども浄土真宗さんの方で一生懸命やってるその総統宗では大変珍しい都市改良に専念されて、おります。そしてこの SGA の設立当時から外から温かく見守ってくださっております大場麻衣を先生それから続きまして、秋葉健吾の、昨年ですか天平団プロジェクトでも、お話をいただきましたけれども、北アメリカの創刊経験をされて、13年ですね、その後今、この中で現役の国際布教師の方ということで、今日参加していただいております秋葉健吾先生です。この5名の方に、これから話を伺うわけですけれども、それぞれの立場で SDI の、SDI が宗務において、どのような存在価値を持って、いるのか、お話をお伺いしたいと思います。まずはじめに、秋葉先生よろしくお願いいたします。大体3分くらいで、はい、秋葉でございます。相当全インターナショナルな注文によりどんなどのような問題価値があるかということですけれども、まず総統全インターナショナルの創立20周年、誠に、おめでとうございます。この20年の間、SZI の運命活動に力を尽くしてこられた会員スタッフの皆様に深く感謝の意を表したいと存じます。私は今年で、国際布教士活動20年経過いたします。SZI活動の恩恵を多大に被ってきたものと存じております。現役の国際布教士として SZI の価値と評価について述べさせていただきます。SZI は1993年、先ほども分かりましたが、海外人国際布教士の支援交流人材育成、日本国内の総統宗務への海外布教情報広報を目的として、国際布教士帯の方々が主となって設立された団体であります。国際布教士OBの方々の交流親睦団体でもありました。この目的自体、つまりこの宗務にとって、相当全インターナショナルなそのような目的自体で運営されておること自体が大変価値のあることだろうと私は存じております。1993年当時から現在に至るも、日本仏教の多々ある宗派のところを見ても、いわゆる民間の海外布教に関しての諸活動を目的とした団体は他にないと思います。我が宗門のみに存しております。それが SZI だろうと私は思っております。相当の禅の教えが海外に具体的にこうひたひたと広まっている現在の状況、相当禅は世界宗教になる内実を含有している、含んでいる、そのことを如実に示して証明する実際的な証拠の一つである組織が SZI でもあると思っております。SZI の多様な
活動事業は日本の総統就任の方々に大きな希望と夢、誇りをもたらしていると思います。就任の活性化に寄与する組織だろうと思っております。例えば SL 隊会合は51号まで発行されております。就任の海外布教活動についてこの会合を通じて知った就任人は多数に上ると思います。海外の4総監部館内での開業周年記念行事への SZI の人材派遣などの参画支援活動は現地の主催総監部人員の人々に心強い思いをもたらして行事を盛り立ててきてくれました。同時に SZI が主催する団体ツアーに参加した人々が就任の海外布教の活発な布教実情と素晴らしさを認識する効果を生んでいると思います。私が所属しております北アメリカの国際布教総監部館内においての諸行事、前週時75周年、80周年、90周年、総工事60周年、70周年、同元前期生誕100周年記念シンポジウム、放送750回第4期国際デーなどはことに SZI の方々のご加担は印象深く、海外布教への実際的貢献をなされたものと記憶に残っております。また毎年両本山においての SZI 主催の講演会では就任の時代を担う軍水たちが就任への熱い希望と夢と誇りを呼び起こす絶好の機会となっていると存じます。さらに SZI 主催の就任の青少年特定の海外研修は若者の力強い将来の歩みをもたらす結果を生んでいると思います。 SZI はさらに日本国内において宗教の国際交流事業も実施されております。この20年間 SZI は多彩な活動を展開され、その独自性を発揮され、宗門の海外布教の活性化に寄与し、宗門の多様性国際性を推進する一翼を担ってきた機関であると私は評価いたしております。総統宗門の国際性多様性は高度に発達した人類文明の苦悩を救済する宗教的意義を十分に保有しているものと私は存じております。ここに改めて SZI のスタッフ会員の皆様の国際布教に関する諸活動への同性婚に対し新人の謝意を表したいと存じます。ありがとうございます。一応皆様からご意見を賜りたいと思っております。大野先生お願いします。はい。岡村市民の皆さん、学会室にて、総発な人間、また雑なこと言ってるなと言って、お耳を洗って許していただきたいと思いますけれども、彼みたいに立派なきちっとしたまとめはしていませんですが、私は、司会教ってご紹介ありましたが、平たく言うと、組織仏教と組織法律とボランティアだけ一生懸命やってるみたいな立場でおります。スタッフの方々のご努力も、源吾さんがおっしゃったように、本当に新人の、ね、どうリーダーを思いでいっぱいなんですけれども、好き勝手に言わさせていただきます。一つだけ申し上げたいのは、アメリカから帰ってきたとき一番思ったことは、日本のお寺さんは社会的資本というのを非常にもったいない扱いをしているということにつきます。社会的資本というのは、ポテンシャルですよ。建物の大きさ、利用価値、男子と、それからネットワーク、組織力、人材、こういう社会資本をもったいないと、しみじみ思います。というのは、ボランティアやってるとそう思うんです。ボランティアの人たちは会議室の場所を確保するだけでもね、抽選でなんとか確保してっていう状況です。で、組織もない。支援者、支持団体もない。その中で NPO を立ち上げて頑張ってやっていく
人たちの幾同音に、おっしゃることは、この総統州の海外の活動を非常に高く評価しているということです。で、政府の外閣団体で中近東で活躍していらっしゃる方なんかは、相当日本の国内の宗派のことは存じません。これ多分に皮肉が入っているんですけれども、でも海外で活躍している総統州の方々の実績には頭が下がりますって、わざわざ私の時でお話しくださる方も多いです。だから東南アジアで、いろんな NPO をやっている人たちも、シャンティはじめ海外の総統州の大阪市の活動というのはすごいですねっていうふうに皆さんおっしゃいます。それから私はアナログ人間なんてよく分かりませんけれども、ブログなんかでもヒット数が上の方にあるなんていうのはですね、大変な社会信用だと思います。これは CS さんと一緒に高崎ホテルに泊まったんですけど、立派なホテルのシングルが2800円だったってびっくりしたんです。でなんでって言ったら、やっぱりトップの方にヒット数が上がって、ページ開いた時に上がってくるためには安くお客さん集めないといけないという、そういう見せに切ってね、コンピューターの方の上にもなるんですかね、こういう、そういう努力をしていることから考えると、発展的解散っていうのは私は言葉だけだというふうに、申し上げたら、汚い申し上げると、それに言いたいと思います。社会的資本を無駄にするということはね、大変な損失ではないかなと思います。でそれが一番申し上げたいことです。で、私も申し訳ないんですけども、この間、先々週、日体大学の松並理事長さんのところへね、国連のユニセフで働いている日本人、友人と一緒に訪ねてきました。何しに行ったかというと、ポーランドの方々が、日本からその日体大と交流して武道の一大イベントを開きたいというそういう企画があったんです。でその時に同席した、してた人で、中国で今非常に大きなビジネスを展開しているポーランド人の方もいました。でその方はサムライスピリットっていうキャッチフレーズでやっているんだそうです。何かというと、要するに今の資本主義、金儲け主義的なアメリカとかヨーロッパのですね、そういうビジネスがもう行き詰まっているんです。そこでどういう活動を見出したかというと、日本の禅の思想とかね、物の生き方とか価値観に、大きく学んだんだという、そういうことを聞くとですね、私は海外にこれだけ、総統州の強制が広がって大勢のお坊さんたちが排出してきている、育っている中で、SZI の使命がこれからじゃないかと思います。長期についたばっかりだというふうに言うといいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。で、その一つはですね、個人的なこの SZI をスタートした時に、スタッフにもかかわらず外部的な傍観するような立場で本当に申し訳ないと思っておりましたんですけれども、個人的に期待しておりましたところは、黒船効果、黒船襲来による、日本の価値をひっくり返すようなですね、大きな動き、ムーブメントになっていくということを、海外海峡は担えるんじゃないかなという、水が濁っていることが水の中にいる魚ではわからないでしょうけれど、その水を気の中にしている非常能力というのは、外部的な刺激を得たときに日本人というのは大きく変わっているんじゃないかと。で今海外に見渡してみるとですね、ホンダのワークショップでの運動の方々の反響を取り上げるまでもなくね、目が鱗みたいに反応してくださるというのはね、まだまだやるべきことをたくさん
これから、大いに期待していいんじゃないかなというふうに、宇宙人の立場で、感じているところでございます。次回に優しいありがとうございます。それでは山本先生の方から新庄最後でいろいろ国際関係のことをやってこられて、SDGともいろいろ協調しながらやってきた経緯があるわけですけれども、そういう中からこの今の現状を見ていかがでしょうか。20年前に SDGが設立されたわけでありますけれども、ここで、3点評価の私としてのですね、立場もありますが、していく意見も含めましての3点ほど、2点、2、3点評価したいと言いますか、評価を申し上げたいと思いますが、はじめに行政に携わるものといたしまして、約20年前、ほぼ国際化の設置と、同時期なんですけれども、大変大きな影響があることはもう言うまでにも言いません。係もですね、専任の係じゃない、兼任の係のような仕事としての、窓口というか、そういう小さな窓口がですね、課というようなですね、いきなりというとちょっと覚えられるかもしれませんけれども、大変大きな窓口といいますか、その扱うことが非常に深くて大きいんだと。たまたまこの会場で、その隣で青年会の方で会議をされておりますけれども、青年会の係っていうのがちゃんと今、あるはずですね。しかしながら青年会の課ができるということは今のところなく、人会の課ができる。そういう意味では大変何でしょうか、海外に携わる、また海外をやっていこうじゃないかという方が多いということが、この SZI の設立において、非常に注文、当局にですね、アピールがあったと。こんなにこう多くの注文人がこう、何ですか、こう、関わって、関心を持って、そしてやろうとしているんだと。これに対して、注文行政として、一係のそれも係のですね、一仕事でいいのかというようなことから言いますとですね、当然これ課が必要だろうということで、ちょっと思い切ったことだったと思いますけれども、課という設置になりました。その合意を直接あったのにいたしましてもですね、特にこの SZI の設立、そして課の設置ということで、を通しましてね、この20年を振り返ると、大変この宗門寺に限って言うならば、非常にこう意識が高くなった。海外にお寺があるのか、そしてたくさんの人が行ってるのか、いろいろ関係があるんだなと、自分の教区や宗務所、近隣にもそれに関係する人がいるんだというようなことをですね、意識させる。意識改革が図られたんじゃないかと。これは大変大きく評価されるべきだと思います。もう一点評価されるべきはですね、この20年の歩みを見てみますと、SZI というのが、宗教以外の方々にも非常に呼びかけた点、これもですね、私ども僧侶が何かを結成いたしますとね、宗門僧侶、特に男性の僧侶という形でですね、こう集まって、で、なんとなくこう盛り上がってるんですけれども、この宗門をどこの辺で切るかというのは、男信徒というかですね、今、大場さんの話で、年という観点から言いますと、もう男信徒とかそういう区別はなくですね、多くの人たちというふうに言ってもいいでしょう。そういう意味で一般の方々というふうにくくることができるようになるんですね。そういう方々に対して総統陣は非常にアピールをしたと。外に対してと言って簡単に言えばそうですね。そういうことが第二点として非常に評価が高い。高く私は評価したいと思います。この今回のオープントークの話を今年の初め、去年のどれぐらいか少し耳に入ってきたんですけれども、20年の機にですね、一つの発展的解消という言葉がありました。発展的解消というのは無駄かどうかは分かりませんけれども、私は、あえて、ここでおそらく皆さん、30人ちょっとの方がお集まりなんですけれども、本当はこの会を良すなとなればですね、会員であったと言ってもいいな、会員である方を含めて100人、200人が集まってですね、どうしてだと、どうして解散するのかということは多くの方々の疑問ということであろうかと思います。で一応私もその友人だったらですね、スタッフでありますので、どうしてなんていうことを聞いてみますとですね、私の感じではですね、誰が言ったわけではないか、私の感じではですね、そろそろ煮詰まったり、行き詰まったりしてるなという感じがあります。
まあ、これもしっかりだと思います。私どもはマラソンレースで言えばですね、一周二周、駅伝で出てくるですね、第何区を預かるものとしてもですね、バトンをタッチする時期に来ているんだなと。でこれがですね、単にこう現行スタッフを変えればですね、変わればですね、また別の人がやればまた新しいことをやるんじゃないのかというようなですね、まあ、こう焼き直しと言いますか、ただお鉢を回すということじゃなくてですね、まあ、ここでどうせ変わるなら思い切って、会の体質と言いますかね、この方向性も変えてもいいのではないか、決まったならですね、解散の機会だと思う。しかしながら、どうせ解散するなら、ただ、はい、なんて言いますか、これで、はい、おしまいですという状況を広げるのではなくて、まあ、全然解消と言えるかどうか分かりませんけれども、大きく方向、例えばですね、私はまあ、大変こう、本部の職人からですね、両大本部のワークショップを広く窓口を設けていますけど、もう少し絞った形で言って、今までやってないこと、やっていないかどうかありませんが、あまり手をつけてないことを一つ申し上げたんですね。例えば、総統選を目指す外国から日本に来たい方、こういう方のお世話は今のところちょっとあまりこうされてないんじゃないか。両大本部に行って、文政の方々に、どうだ、関心あるだろう、面白いだろう、行ってみないか。補助する予定のことがあったんですけれども、さて向こうの方からはですね、それに声がおそらくあろうと思うんですね。で、まあ、言語の問題、旅費の問題、いろいろなその問題を抱えながらですね、時間の問題、それからどういう手立てで言っていいのか、ピザの問題もあるし、さまざまなことをですね、例えばそういう窓口に特化してるんですね。で、政界の発展の中ではですね、あるべきさ、そして私どもはやっぱりこの会の存続しようがしまいはですね、注文というものはここでやめるというわけではないんですから、バトンの一つもをいただいて、それを次の人に渡していくと、こういうその責務を負っているのであろうかと思う次第であります。ちょっと長くなりました。ありがとうございます。今まで木場先生、大場先生に来て、SDI の、まあ、活動と評価をしてくださっておられますけれども、そこで大山先生が一つの提案をされました。違った形のやり方という、まあ、提案していただいたんですけれども、またその辺のお話は後半の方でまたお話ししていただきたいと思いますけれども、次に西田先生、ハワイ、ミートプリートを使って、普及を重視されてきたわけですけれども、まあ、日本に戻ってくるわけですね、まあ、外から SDA の、まあ、活動等をこう見て、また今のご子息がハワイ別にの方に出向をされているということで、いろいろ思いがあるんだと思いますけれども、その辺はい、今、昨年秋の創刊をはじめ、小野氏が、それぞれの角度から、これ、SF 内に、思うことを述べておられまして、特に SF 内が何を海外にしてくださったかという立場では、秋葉先生がおっしゃられたところに、私も関わっておりましたハワイも、とても恩恵を被ったということでは、秋葉先生の方から申されたことに含まれておりますけれども、あえて今、福島先生から、ハワイに関してということでおっしゃられましたので、もう一言お伝えさせていただきます。まあ、ここにおいでの方は、もう全ての方がお分かりだと思いますが、宗教として、もうすでに1世紀という、長い時を、海外の時のでの歴史を積んでおりまして、そこには当然、同心を堅固に、布教に従事されてくださいました、小道士がありまして、そのまた、そこの、母大心に導かれまして、それぞれの地域の信徒さんが、それを支え、また信仰を、守ってくださったということで、海外の布教が出されてきたことは、ご存知と思います。ところが、この SF 隊という存在が、いろいろな形で活動をしてくださるまで、
やはりごく一部の方には海外に寺院があり、また海外に国籍や人種の違う方たちが禅を志しておられるということも知らされる機会がごくわずかな場面でしかなかったように思います。そこには最善の精進を重ねて布教に携わってくれた現地の諸同士もそうですが、日本の方から手を差し伸べてその状況をこの国内に知らせてくださったということで、それを機に外に目を向けてくださるようになった方々も大勢おられることはとてもありがたい存在だったと思います。先代が生まれるまで国際布教総監部や、またその国際布教士に直接の支援や助成がされることはあまりございませんでした。ちょうど私がハワイの方にご縁をいただいたのも SZI が誕生した間際のことだったので、それ以前のご苦労をされていた、当時の開教師と呼ばれる方たちの思いは私には、計り知れないところですけれども、私はそのような中でようやくそういう支援が始まりかけた時に、ご縁をいただいたので、最初からずっと SZI のいろんな力をいただきながら、現地で自分なりの展開ができたかと思います。特にそういう意味では、SZI を通して多くの支援が、海外に、流れたといいますか、支援をいただいたという意味での大きな力強い一石が外に向けて投じられ、その外に向けたことによって、外にいるものに勇気づけられたことによって、なおかつ国内の方にもこういう活動をしている者がいるんだよ、こういう曹洞禅を、また曹洞宗の名脈を一生懸命守っていく信徒がいるんだよということを知らせることができたのではないかと思います。私個人としてはこの日本におきましては関空または宗務所、教区という形でのそれぞれの宗教のつながり、またはその地域においての男信徒のご機会やいろんなつながりがありまして、お互いがお互いを研鑽し励ますような機会もあるわけですけれども、認知で任された自分のすべきことがどのようにしていいかわからないとき、SZIという立場を持っていろいろな国際宗教、当時の会教師を経験された方の言葉や体験を聞くことで、ああ孤独じゃないんだな、今いる場所で一生懸命頑張らなきゃいけないんだなというような意味での孤独感から解放されることができました。今までこの現在、先ほど山本先生がおっしゃられましたように、SZIというこの会がかなり多くのところで活動しているので、たくさんの、すべきことがあり、その割には中で動かしてくださるスタッフの方たちが少し、人数が少ないために、すべきことが多すぎて、その重責に翻弄されているような気もいたしますが、その中で代々の会長さんをはじめ多くの事務局員の、処刑が頑張ってくださったことで現在があると思います。一番私が実感をしましたのは、先ほどの SZI の20年の流れの中の一番目にもありましたが、ハワイでの今から10年前に100周年という開教100周年の行事を迎えることになりました。現場でいろいろなことをしようと思いましても、人手不足、または準備の所、いろいろな、物理的なもの、時間的なものでできないことがたくさんありました。そういう時に、SZI がいろいろな形で、心の上での支え、そして物質的なまたは財政的な意味での支えを、してくださいました。当然宗門の、国際化の方からも、やってくださったことはたくさんございますけれども、やはりもう少し、身近なところというよりも遠慮なく海外からの注文をしやすい場所であったということが、
私にとってはありがたい SS 隊の存在でありました。いろいろな記念行事もたくさん、北米でもありました。ハワイではマントグリさんの90周年が SS 隊が一番初めに支援を受けた行事だったと思います。そして100周年は600名にも及ぶ大勢の方、護衛官にもありますが同州同僚の方が現地ハワイで、3代4代と続いてき、たこの首都当州の信徒であるという中の、自分たちの自負、そしてそれまでの 諸先輩方に対しての、敬意を表す意味で、また次の第2期目といいますか100周年を超えた先のもう一歩を進めようとみんなで頑張っているところに日本の600名を超える方が応援に来てくれ、それまでの、多くの方たちに対しての慰労の言葉を述べてくれたということがとてもありがたいことでした。SS 隊という今たくさんの海外支援に限らず国内でのいろいろなことをやっておる SS 隊ではありますけれども、ハワイ側から SS 隊の恩恵を被ったという狭い角度での話しかできません。でも SS 隊があったからこそ無事に済んだ、また第2期返上できた100周年だったと私は未だに感謝の念で、いっぱいでございます。これからの存続運動ということはまた次のテーマで話されると思いますが、こんな素晴らしい SS 隊という、皆さんのお力があって海外はやはり孤独ではなく回ることができているということをお知らせしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それではもう最後になりますけれども、飯島先生にはですね、スタッフの一員として、まあ、中から見た SDI の現在の、まあ、問題点ですね、その辺をしっかりとお話しいただけたらと思います。はい、ただいまご紹介にあたりました飯島でございます。よろしくお願いいたします。4名の先生方には大変、ありがたいお言葉をたくさんいただきまして、私も長年 SS 隊の事務局内にいたり、また事務局長を務めたり、また現在副会長を務めたりしておりまして、大変嬉しいことをばかりでございました。ただ私は逆に、皆様にちょっと問いかけていきたいなというふうに思っております。実は SS 隊の設立目的というのは国際飛行士の支援、それから情報交換、そして国際社会に貢献できる人材育成という3つの大きな柱で、設立されました。で、この20年間もともと海外からの、一時帰国者やもしくは引き上げてきた方々からのですね、情報というものがですね、まあ、行き渡らなかったので、まあ、我々が中を取りましてですね、皆様にお知らせするという、ことが一つの大きな役割を持っていたわけでございます。しかしこの20年でですね、まあ、インターネットやまたは国際電話、また通信コストが飛躍的に安くなり、さらには、まあ、円高の恩恵もありましてですね、海外への自由に行き来ができたり、自由に情報を取る環境が整ってまいりました。また宗務行政においてもですね、教科部に国際化が設立され、また領内本山においてもですね、それぞれの立場で海外との交流も盛んになり、参照やまた潮流をご覧になっていただくと分かりますけれども、海外のいろいろな情報もそこからも発信されております。また青年会の方でもですね、海外からのいろんな情報ということですね、前総生の毎月の年何回か出る冊子の中にもそれぞれ、海外の不況のことの情報が盛り込まれるようになりました。まあ、こういったようなことはもちろん我々の、呼びかけといいますかね、そういった活動を大きく影響したというふうに自負はしております。また夢観音とかですね、当場で職員事業ということも他の団体との支援を含めですね、独自の展開を行ってきました。ただ、この20周年を迎えましてですね、我々はこれからですね、海
災害の方々にどういう支援が できるだろうかということがですね、一つ大きな、まあ、私に、まあ、こう考えるところがございます。でそれと同時にですね、海外不況といいますかね、国際不況といいますか、そういったようなものは、どんな位置づけであろうか、州合にとってどんな位置づけなんだろうか、海外にどん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 不況しているという割にはですね、逆に例えばハワイの例をとってみますと、まあ、私がいました約20年ぐらい前にはですね、別院で約1200家族ぐらいの、まあ、また日本に言いますと檀家さんですね、そういう方々がいらっしゃいますが、現在は約600人減っております。ほぼこの20年間でそのメンバー数というのが半減しております。それ別に総統州だけではなく、いわば、西本会さんも日蓮宗さんも他の州もみんな同じような状況に今あります。で、そういったところはどういったところに問題があるのかなというのをですね、いつも私がこれから考えていかなきゃならないと。で、まあ、我々がもしも情報提供することができるとすれば、その海外における総統州の人員、もしくはその不況がですね、どんな、状況に今置かれているかということをね、もう少しこの現実的に見なきゃいけないんではなかろうかなというふうに思っております。海外でやっているということは、いつも、まあ、いろいろな、まあ、情報の中では、非常にこの、まあ、元気があってですね、頑張ってやっている様子がこう、文章の中にも見えるわけですけども、現実としてはどうなんだろうか。ある意味、不況というものをですね、宗教を投入している、宗教を入れているということに関してですね、国内のその宗教を治めている方々に理解を得るにはどうしたらいいだろうかということもですね、我々は考えていかなくてはならないのではなかろうかなというふうに思っております。で、また、まあ、国際不況地をですね、日本から送り出すにしてもですね、私たちのテーマであります、国際社会に貢献できる人材育成と言いますけれども、なかなか責任を持ってですね、海外に送り出すことができないような現状もあります。昔のようにですね、ただ、じゃあ、お前ちょっと行けるかみたいな、そういうことではですね、出せなくなってきたし、また、その方々の生活のこと、またその向こうでの例えばその永住権とかそういったものをこう取ることとかですね、いろんな社また家族を伴う国際不況地においてはですね、家族の問題、そういったものを総合的にですね、総統全インターナショナルが、こう、まあ、応援できていかれるのかということが、まあ、大きな、まあ、問題点でもあるし、我々がそれに対して責任を取っていかれるのかなということもですね、私はちょっと考えていかなくてはならないのではなかろうかなというふうに思っております。まあ、現実的には海外で、行われている不況活動というのは、まあ、ハワイ、ロサンゼルス、等々含みまして、ヨーロッパを含みましてですね、将来日本のですね、お寺がどんなふうになっていくかということがですね、如実に現れているような場所ではなかろうかなというふうに私はいつも思っております。今、先ほどもありましたように、国内での国際事業も当然これから考えなきゃならないだろうし、また、海外のお寺がどんなふうに今、現状に置かれているかということを、もっとこれ我々が、本当に大変な部分をですね、もっと直視していかなくてはいけないかなという気が、あります。それに関しまして、まあ、総統全インターナショナルはある意味ですね、この20年間で、一つの目的といいますか、そういったものは達成できたんではなかろうか。で、次のステップを踏むときにはですね、これらのことではない、まあ、当然、やっていかなきゃならないこともありますけれども、一時ここで、私たちは、仕切り直しというものが、必要な時期を迎えたんではなかろうかなというのが、まあ現状であります。それと同時に、まあ、海外のことで一つ申し上げれば、今現在日本では公益法人制度改革というのがもうほぼ最後の項目になっております。この公益法人制度改革が終わりますと、他の宗教法人も公益法人の一つということで、何らかの行政的なことが入ってくる可能性があります。そういった時にですね、多分ハワイなりロサンゼルス、サンフランシスコのお寺のようにですね、
宗教法人の、まあ、トップというのは理事長といいますかね、そういう形になりまして、いわば日本でいうところの、まあ、宗教法人の代表役員が住職であると、まあ、住職であれば決裁力がありますけれども、まあ、向こうは、まあ、住職であっても決裁力がない。でそういったようなシステムがですね、将来的には日本にもこれ入ってくる可能性があるなと。逆に言えばそういったものをですね、もう少し日本の方々にしていただいて、将来向こうでこんなふうにお寺というのはなってきてしまった、いやこれからもこういうふうになるかもしれない、日本も同じようなシステムが、まあ、海外からですね、特にアメリカの圧力によって入ってくるようなことになればですね、それをもう少し私たちが、考えていかないとですね、いけない部分がたくさんあるんではなかろうか、そういったようなことで、まあ、海外のお寺というもの、まあ、私自身はアンテナショックと言っておりますけど、海外のお寺はある意味、日本のお寺の、まあ、未来像のあるんではなかろうかというふうに思っております。まあ、ちょっと話が、あちらこちらに行きましたけれども、まあ、総統でインターナショナルに関しましては、ある意味一つのこの目的が十二分に達成されて、次のステップを踏んでいく、仕切り直しをする時期が来たんではなかろうかというふうに思っております。はい、ありがとうございます。5人の先生方にそれぞれの立場で、発言をいただいたわけでありますけれども、フロアの中からですね、ちょっと発言していただけたらと思うんですけれども、5人の話を聞いて、何か発言される方いらっしゃいますでしょうか。ちょっと指名させていただいてよろしいですかね。横山さん、北アメリカ海洋センターですか、の方の最初は総監部からですよね。それから北アメリカ海洋センターの、まあ、主婦ですかね、役は、まあ、いろいろそういった翻訳をして、まあ、ヨーロッパをはじめアメリカ、すべてのところのセンターというか、総監部を回って、来られた経験からですね、まあ、私どもの自治園の存在をどんなふうに見ておられたのか、ちょっとお話しいただけますか。ちょうど20年前ですね、平成5年の2月に、この SZI が、設立されたということで、実は私が海外に行きましたのも平成5年の5月でございました。その時、私を海外へ送り、出していただいたのが当時国際課長であられました山本健全老師でした。大変な不安を抱えながら私を国際副領事として送り出されまして、まあ、最初の5年ぐらいはニューヨークやミネソタ、アイオワというところでですね、まあ、ダンボールの上でご飯を食べながら、大変な経験を、貴重な経験をさせていただいて、その後、シューモンが海峡センターを作るということで、ロサンゼルスに奥村翔子さんとともに行って、総監部、また中国の海峡センター、現国際センターの、まあ、役職員を務めさせていただいたというような経緯でございますけれども、ちょうどそうやって考えますと、私も日本に帰ってきて丸5年が過ぎまして、ちょうど6年目なんですが、まあ、SZI の活動とともに、中国の国際布教を携わってきたということで、まあ、正直に申し上げまして、シューモンの国際布教という立場に立ったときに、SZI に、まあ、これは私から言うと、ちょっと、語弊があるかもしれませんけれども、私たちが現地で一生懸命国際布教をやることによって、SZI に入っておられた若い人たち、あるいはこの会に対しても、大きな刺激を与えていたんだなということを感じます。
この会合の中でも、スタンフォード大学で行いました老月電磁シンポジウムを通して、この会に参加して深く関わりになったということでございます。会でございました。また、大きなイベントことがあるたんびにですね、やはり現地にいるスタッフでは行き届かないところを助けに来ていただいて、福島シニスロシーなんかも、スタンフォード大学のシンポジウムの時には、本当に一緒になって働いていただいて、助けられたということを思います。で、曹洞宗の国際布教自体が、もうこの5、6年、正直申し上げて、私は停滞していると思います。さまざまなことが宗門で話し合われ、今後どのようにしていくかということを常に、問いかけ、そしてその方向性を見出しながら、模索しながら、ずっとやってきましたけれども、この5、6年、相当衆として、じゃあこれから先どうするんだというのが停滞しています。停滞しているということは、やっぱりこうした相当でインターナショナルという、まあ、2団体、海外活動を支援しようという2団体としても、どうしていけばいいのかっていうのが分からなくなってしまうのも当然のことかなというふうに私は。そういう曹洞宗の国際布教自体が今企業に立っている中で、私が曹洞宗インターナショナルに求めることというのは、この皆さんのこの解放に書いて、事務局で活動してこられた方々の中にもう答えがあるんですね。私先ほどからずっと読みながら全部写真を引かせていただいて、それはやはり、ここに先ほど、山本健全老師の方からもありましたけれども、今までやってきたことの中からこれからじゃあ何をしていくべきことがあるのかという中で、相当善というものを目指してですね、外国から日本に入ってこられる方を支援しようじゃないかとかいうこともまず一つあると思いますが、もう一つは、やはり多くの方がここに書いておられるのは、外国のこうした海外での活動を通して、私たち自身が僧侶として、また一つずつの寺院として、客観的に日本国内の僧侶あるいは寺院というものを見ることができる。海外の人たちとの交流、あるいはお寺に行くことによって、普段気づかなかったことにたくさん気づかせていただくことができる。そして今の日本の時代に合った寺院の運営、あるいは布教教化のあり方のヒントもそこにたくさんあるんじゃないか。こういう、まあ、全部総合的に言いますと、そういう部分を、まあ、学べた。そして、そういう関わりを持つことによって、海外におられる皆さんの支援にもなっていく、励みにもなっていくという、ここのところを書いておられる方が、もうほとんどなんですよね。必ずどなたの文章にもそのことが書いてあります。だから、私は、そこがこの SZI の存在意義というのは、私そこに一番あると思うんですよね。で、外国の人にしても日本のように豊かなお寺というのはほとんどありませんから、その中でこうしていつも海外の活動を意識してさまざまなことをしてくれる人、日本の宗教の人たちがこんなにいるんだっていうことがやっぱり大きな励みになっていたと思います。ですから、私はそこのところをに重点を置いて、向こうから来る人に対しても、こちらから来る人に対しても、お互いが共に学び共に育っていけるような、そういう会としてですね、今後も存続していただければ大変、これは価値ある私は帰らないかなというふうに思います。また、この
していた中でもおっしゃっておられる方がおられましたけれども、海外から日本に住んで生活をするという人がどんどん増えています。これは収容に関わらずですね、一般の方もですね、アジアからもたくさん来られますし、欧米からもたくさん来られます。そういう人たちが日本で働きながら、さまざまな苦労に直面しています。その苦労というのは、私がアメリカに赴任したとき、あるいはヨーロッパに赴任したときに味わった苦労と同じなんですよね。ですから、逆に言うと、一般レベルでも、この SZI を通してですね、そうした、まあ、苦労を海外から日本に来て移り住んでいる人たちのケアという相談に乗ってあげたり、あるいは企業に人を派遣して、外国の人と一緒にお仕事をするにはこのようなやり方でした方がいいですよとか、こんなことをすればうまくいきますよとか、悩んでる企業もたくさんありますしね、地方に行きますとね、外国人をたくさん雇用した方がいいけどうまくいかない、うまくいかないからそれが外国人の不満を招いて人を殺してしまうという事件が発生しているわけですよ。だからそのあたりもですね、同じような経験をした元海教師の方、国籍教師の方がですね、そういったところでですね、ああ、これはこういうふうな接し方をしたら解決しますよというような知恵を出し合える関係をこの SZI を通して今後行いですね、作っていくことができれば社会的にも大きな貢献ができるのではないかなというふうに考えます。さまざま思いつくことはたまたまあるんですけども、とりあえずこの話で、はい、ありがとうございます。非常にあの SZI の存続に対して前向きなご意見をいただきました。それからコーディネーターの特権でもう一人ちょっとご意見を伺いたいなと思うんですけど、これは土田さん。土田さんは寺関係でなくて一般の方で、ずっともう何十年ですよね、結構長くいろんな総会には出てきていただいて、おられますけれども、なぜこういう席に出てらしているのか、その辺の、まあ、SDI に対しての思いみたいなのがあるようでしたら、ちょっとご発言いただけたらなと思ったんですけど。実際そういう窓口もよくわからなくて、実際にそういう海外人材とか、
まあ、いろいろあるんですけども、そういうもの、本当は、ね、私自身の大事な立場からでも、お配りできたらと思ったんですけど、実際どこにあるのか、本当に神様のところにお願いしなくてならないのかということで、まあ、そういう窓口がちょっとよく分からなかったんですけども、ただ、ただ私自身が座禅を通しまして、やはり外国人の皆様に、もうちょっと善の心というか、そういうのを伝えていけたらと思ったので、ただやはり、言葉、私はあまり喋れないんですけども、話せなくても、やはり座禅を通して、心が通じるところはあるのではないかと思っております。とても私自身はやはり、総統集で座禅っていうか、在家の立場で修行させていただきまして、本当にその時関わっていた方とか、まあ、今もその総統にいただきながら方にとても感謝をしております。とても自分自身、生き方がとても変わりますので、ただそれだけであります。はい、突然の質問で、大変申し訳ございませんでした。一応先ほど、どなたかお話ししてましたけども、この SGI が一般の方も会員になれるという、まあ、法王さん以外にも門戸を開けかけて、いるというところで、まあ、参加してくださったということであります。ここでですね、またご名の先生方に、お話しいただきたいと思うんですけども、皆様のですね、お手元に多分、検証委員会の、まあ、報告ですか、参考資料が配られておりますですよね。20周年の大学総統選インターナショナルの今後のあり方についてというところで、まあ、第1案、発展的解消案と、第2案、現状事業大幅復元による意義案という、この2つでしております。この辺のところ、まあ、今日、これからですね、臨時総会あるわけですけれども、この辺のペースを取られると思うんですけれども、この議案に対して、秋は、先生の方からご意見をいただけたらと思います。そうですね。はい。
議員は S 部隊を維持活動を事業に実務的に携わってきたスタッフの皆さんの方が減少、数が少なくなってきている、減少化している、負担が減少になってきた、まあ、これ以上、特定スタッフへのボランティア活動を増大を強いるのは無理なんじゃないかというのが第二の理由かな。で、第三には、若い世代の国際布教師経験者が、S 部隊会員として参加、スタッフ活動に携わるという継続性が希薄になって、S 部隊事業活動の先の見通しが困難になってきた。というような以上算定が、したる理由であろうかと、私は推察いたしました。で、先ほども述べましたけれど、S 部隊は設立当初より20年間、相当注文の海外布教発展を基本に据えた多種多様な事業を展開して、相当全布教の将来的な新鮮な取り組み方の例を注文人に提示して、参ってきておると思います。 S 部隊運営執行部スタッフについた方々のご尽力ご苦労は並大抵のご負担ではなかったことだと解説いたします。まあ、そしてこの20年の存続の努力は言ってみればほぼ一世代の手続きになります。 S 部隊の活動主体も世代交代の時期に至ったのだろうかと、まあ、思う次第でございます。 S 部隊は元国際布教師の交流親睦の会でもありました。私などは現役国際布教師として帰国の折当該のご医療招待などに預かって、同じ国際布教師経験を共有する者同士の親密な交流に楽しく心を慰められたりもいたしました。まあ、そういうわけで私は S 部隊に対してはさまざまな思いを抱いているがゆえに当該の継続を強く希望するものであります。そこで S 部隊存続を今後どのように進めるのかが、まあ、問題となりますが、それについて私なりに考えたアイデアを上沼議員に述べたいと思います。一つは S 部隊の活動事業はこの20年間なされてきた独自の内容の継続で S 部隊の注文における存在理由とともに十分に成り立つと私は存じております。 S 部隊の特徴のある活動はこれからも注文人に相当全の多様性、創造性、普遍性を示唆し続け、その宗教性の豊かさを気づかせ、注文人にもたらす誇りをもたらす原動力となるだろうと思います。S 部隊の存在の時代的要請はまだ終わってはいないと思います。現代の人々の全仏教に対する期待、人員運営の変革期にある僧侶の社会的な在り方の変化などなど、宗教が時代的要請に対して S 部隊の今日までの諸活動はいくつかその答え例を示し応じてきている機能を果たしていると私は思っております。問題なのは2ですが、 S 部隊の維持運営事業活動の実動部隊の人員をいかに確保するかだろうと存じます。会の幹部スタッフの皆さんはボランティアで会を支えてきています。事業を抱えて、いわば働き盛りの多忙期に入りながら、もう時間的、金銭的負担に耐えて、S 部隊活動に、尽力をされてきております。若いスタッフの方にしても、自分の仕事を背負ってのボランティア活動となっているのだろうと思います。これは大変なことです。そこで S 部隊存続のためには、どうしても新しい、実労部隊の人員が必要になってくるんだろうと思います。S 部隊の活動に理解と共感を示す宗教一般人を会員として募り、力を尽くしていただく
このことが当面の SZI の取り組むべき課題だろうと存じます。まずはここ10年ぐらいの、そこでまずはここ10年ぐらいの間に、国際不況史を経験された収量、海外研鑽層として海外に派遣された経験のある収量、州務長職の身分で、総監部署の担当を経験した収量、核電センターに訪問滞在安保経験のある収量、国内での国際安保のスタッフとして務めた経験のある収量、注文の国際不況に関心と志のある収容、学生、一般人など上記の方々へ SZI より、会員に入っていただき、スタッフとして活動をしていただけないか、要請、お願いの手紙を出されてはいかがでしょうか。そういった方々が SZI の運営活動に参画するようになれば、従来の SZI の人員構成を多少とも経路が違う変わってきて、総統電の多様性、応用性をより一層現実化する SZI の新たな活動展開が可能になるのではないかと思っています。それと、現国際不況市に、参助会員になっていただく要請をする、現場と SZI との交流推進を担当していただく、現場からの SZI の要望を吸収する、それから3です。SZI の組織運営に関することです、の提言です。まず SZI 会員を増加させる手立てを講ずる、会員の宗教の寺院の檀家様の宗門国際不況へ関心と理解を示す方へ会報を送り、会員になっていただく。その手紙、胸の手紙を添える、もちろん会員の宗教の方の理解と了解を取り、その労を担っていただく。運営に関しては、当面は従来組織運営に携わってきた幹部スタッフの方々が、引き続き会の指導的役割を担っていく。会計、幹事、書記、会計などの役を引き続き担っていただく。それから、各コミッティを設けたらいかがでしょうか。各コミッティは2、3人のスタッフで構成する。で、新会員を加える。で、1には事業活動企画コミッティ。2には障害担当コミッティ。会の広報、注文各機関との協力関係構築。企業団体へのアプローチ、協賛寄付、事業説明など。で、3は会員担当コミッティ。会員への広報連絡、会員募集活動。4、事業推進コミッティ。各事業活動の実動部隊。5は会合担当コミッティ。など、委員会を設けて、それぞれの部門を担当。年2、3回の全体会議を開き、横の連絡を密にして、会全体の活性化を図ってはいかがでしょうか。思いつくままアイデアを述べてみました。SZI が存続可能な変貌を遂げるために大変なエネルギーを要するのだろうと思います。新しい働き盛りの活発な知と熱意と志を持つ人材を SZI は需要し、彼らのエネルギーを活用して、総統電の豊穣な宗教性を普遍する活動に引き続き邁進する会であってほしいと願うところであります。いわば外部の一国際の教師ではありますが、長年海外の総統電の興味に携わり、SZI の恩恵を被ってまいりました身として、SZI を愛するがゆえに、最後のことは存じ考えもせず、願望を述べさせていただきました。ご容赦ください。はい。今、いろいろご指摘いただいたところが、今の問題点であるということでもあるんですね。まあ、時間がですね、3時半から、総会でしたっけ、はい、そので、25分ぐらい、5分前ぐらいには、お会いしたいと思いますので、3分以内で、大野先生からお願いします。
単純にものを考える人なので、単純に言わせていただきます。先ほど、言い忘れとかですね、現状の見直しをどうしてもしなくちゃいけないとか、横山さんの方から、停滞感を否めないというご意見がありましたけれども、私はやはり、その後横山さんがご指摘なさった通り、共通の感覚とか問題意識を持っている人間が集うというだけで、存在価値というのは十分なんじゃないかなというふうに思っています。で、その例えば一つの例としてですね、ご紹介したいのは、毎年池袋の西口の公園で、台湾の仏光山寺というお寺さん、台湾の方々が、花祭りやるんですけども、何しろ池袋の区の公園なので、花祭りと宗教イベントは許可が下りないんですね。それでやむなく被災地復興チャリティーという名目でやってるんですけれども、彼らが大船観音さんのイベントをとってもやっぱりね、感謝してるんですよ。で、なぜかっていうと、さっき横山さんおっしゃったように、在日の仏教圏から来た方々がより集えるところっていうのは、宗教的なものとか仏教的なものっていうのはね、非常によりどころ安心感になっているっていう事実を日本人は忘れてると思うんです。で、海外で赴任した我々にとって、白菜がある、納豆がある、ザオソバがあるなんていうのはですね、本当に、どれだけ高いかというふうに、クリジアって私は思ったんですけれども、やっぱりお寺っていうのは、海外のお寺っていうのは、サンクチュアリだと思うんですね。憩いに、安息休とか安息のできる場所だと思うんです。で、仏教圏から来て、日本に来ている人たちは、そういう仏教文化に慣れ親しんでいる人たちが、安息の場所とかっていうのは、何人と信じていいんじゃないかと思います。それと、土屋さんがおっしゃったように、外国から逃げた全仏教に関心を持っている人たち、窓口としてどこ行ったらいいのかっていうような、そういうものっていうのは、開けた、窓口開いてるところっていうのはね、共有共感できる人間が組織があるっていうだけでもね、私はものすごくいいことだと思います。中村昌司さんが書いてみたときに、基調報告会っていうのをね、やりましたけれども、苦悩話を話にまともに聞いてくれる人っていうのは、あるだけで非常に心強いんじゃないかと思います。だから、海外に今現在活躍している方とか、どんどん増えている白人、外国の前僧侶の方々にとって、このエッセイドラがなくなるとか、もしかすると、どんなの偏見に申し上げると、はしごを外された屋根の上に取り残された、震災の避難者みたいな心境になっちゃうんじゃないかなというふうに思っちゃうんです。石巻の市役所で、孤立した人たちは、海底の生テープをつなげて橋にして、ブリッジにして、で、カップラーメンとか、お水とか、そういうものを補給してきて、初めて市役所の、責務が果たされるような状況になったって話を聞くとですね、こういうブリッジでもいいから、やっぱり残しておく必要は非常に大きいんじゃないかなということを申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは、まとめるわけじゃありませんけれども、そうしたおばさんがご発言いただいたような、大変価値あって、意義があって、でこれまでも実績を踏んできたこの SZI が、今回、突然ではありませんけれども、おそらく、数年というわけじゃありませんので、細川第2期ですね、第2期細川体制の中で、一つこの活動を見直そう、もっと引きちょっと言い方があれですが、そろそろ幕を引いてもいいんじゃないかというようなことが出てきた現状というのは、先ほど、イメージ部の柿場さんの方からですね、こうあるべきじゃないかという姿、でこうなっていないから、秋葉原老師がですね、あのような、当然あるべき姿あり方なんですが、人材の確保、それから新しい会員、若いそのエネルギー市に見上げた会員が入っておかない、それが事務局を担ってくれないと、
という現状をが、まあ、これまでの実績は輝かしいんだけれども足元がおぼつかないというのが今のあり方だとするならば、おそらくこの後行われる会、総会の中でですね、その細川会長さんの方からですね、まあ、ここに出ておりますね、1案2案の説明はともかくもですね、やっぱりそのリーダーシップを発揮していただいて、このまあ、私はですね、じゃあ1案2案どちらが賛成かといったらですね、発展的解消というのをやるならやった方がいいと思います。国内にも大きな警鐘になるかと思いますね。もう実在なくなったんだって、そうなんていうのはですね、おそらく2、3年後に、まあ、つつ裏裏の在職ともにですね、耳にすることで、もう2年前にもう総会でみんなで辞めることにしましたよと、あんないい会が辞めちゃったわけっていうようなことになってくるのは、なんか微妙ような気がします。まあ、そういう意味ではですね、あえて、まあ、家中の栗を拾うんじゃなくて、その捨てようと言いますかね、そういう意味でですね、発展的解消もありなんだということをよく私どもは考えなければならない。大変素晴らしい会であるし、やらなければならないけれども、できない現状が目の前にあるからこそ、今日の私たちが今ここに集っているんだ。これも大きく見せる必要がある。以上でございます。はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。今は、解散の方向に行きますけど、私はその全く逆な立場ですね。なんとか存続してほしいと思っておりますけれども、秋葉浪士が先ほどたくさん、注文を出しましたけど、私は今ちょっとその反対に注文ではなくて、できることをもっと細かくたくさん分けるよりも、もっとここならできるという専門的な部門をもっと大きく確立して、広げすぎたことによって手が届かないところをもっと集約すべきではないかと思っています。で、まあ、ちょっと別な表現をしますと、20代ということは私たちですというとちょうど成人式を迎えた頃です。で、大学で言えばそろそろ専門部門にも自分の中で確立しようという年代ではないかと思います。相当全員インターナショナルということで、インターナショナルですので広くということも分かりますけど、その中でもう少し、まあ、ボランティアがまたは、職人なんてことになると捨てがたいものばっかりたくさんありますけども、もう少し、この部門を、拡充して、この部門はしばらく全体を休むんじゃなくてこの部門は休んでみようというような、そんな分け方をしていただけたらありがたいんじゃないかと思います。1分15秒で終わります。はい、お願いします。はい、先ほど来少子からいろいろとご意見をいただいておりまして、私個人的に考えるに、一つの組織というもの、まあ、これは特に新興宗教なんかもそうなんでしょうけれども、一つの組織が成熟していくのは大体、まあ、元気が今30年くらいと、それ以降になってくるとだんだんやはり右肩下がりになってくる。で、私たちもですね、やはり注意すべきことは、組織や会議の存続が目的となってしまうことが一番問題ではないかと。会の存続だけを残していくということでは、発足時のですね、思いが次世代につながらないのではなかろうかなというふうに思っております。やはり、20年前私たちがこう発足した時の思いをどこかに残しつつ次世代につなげていくには、ある意味ここで一つきちっとけじめをつけて、そして新たに、やっていこうという人たちが生まれたときに、我々はそれをまた応援していくことはやむさかではありません。しかしながら、会を残すこと、組織を残すことがだんだんと目的となってしまうと、この会は多分何も発信できないまま終わってしまうような気がいたします。なんとなく、まあ、世の中見てもそういう組織がだんだん多くなってきているようなところもございますので、まあ、それも含めて自らをですね、反省するところは反省しながら次世代につなげていくためには、やはりここで一つ決めをつける必要はあるのではないかなというふうに思っております。その中でもしもまた志のある方々がいらっしゃるのであれば、その方々を我々はまた応援をしていこうと、それがやはり相当でインターナショナルのグローバルな考え方ではなかろうかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ここでですね、値段の手順は質問していいですかね。
パネラーの立場ですけど、今のことにちょっと質問をしたいんですけども、今までその両大本山のね、いろんなところでたくさん活躍をして、後進のためにこういろいろな、まあ、カタログを見せてきたと思うんです。そしてそこでたくさんこのように、この解放の中にも、本水さんたち のとても夢膨らんだ言葉が書かれています。でもそこで種まいてもその人たちに水をあげる仕事をしていなかったので、ここ何年も州法を見ますと国際福祉募集というあの掲載のページがいつまでたっても消えていないという、あれの現状はやはり絶対が救わなきゃいけないと私は思うんですけど、はい、今ご指摘いただきましたけども、ここでルノアの方の中で古谷さん、古谷さんは、まあ国際化の前に前習寺の、まあ、国際福祉さん、そして総監部の出産でしたっけ、そして、帰ってきて国際化に行って、まあ、いろいろ見てらっしゃるわけですけども、今のこの水をやる作業というような、まあ、されてなかったという、まあ、ご意見が出ましたけども、まあ、SGA に対してどんな思いを持っていらっしゃるか。失礼いたします。古谷でございます。総統在インターナショナルができました。20年前に初めて、私は北米の秋葉前総監の建てられるという工事安全道の建築のお手伝いで初めて、1ヶ月間、ほとんど大工さんとか建造業とかの手伝いをさせて、渡米をさせていただいたのが、初めて海外に出た、経験でございました。そこで禅というか座禅というか、暗号を割ってすぐ戻ったのいた自分にいたわけでございますけれども、初めてその僧侶としての自信がそこで持てたというのは、あ、自分がやってきたことは間違いでなくて、海外の人たちはここにやって朝早く仕事に行く前に座禅をしているんだなということに正直、純粋に感動いたしたのが、私がその会教師になるというきっかけでございました。それが約20年前でございます。その後、国際の教員ずっと横山さんとかと一緒に携わってきた、わけでございますけれども、今この総統全インターナショナルの総会に若い方が、今ずっと吉田先生もご指摘でございますけれども、若い方がいらっしゃらない、これ本当になぜかなということを思いますし、と同時に私どもの責任でもあるということを痛感いたしております。今吉田先生がおっしゃった総統集合に毎月、まあ、全面広告で国際福祉募集という、広告本をずっと出しております。まあ、それやり始めた私なんですけれども、しかしながらこんだけなんて電話も来ないし応募も来ないし、昔と随分様子が変わってきたなということもあるんですけれども、まあ、バカがいなくなったのかどうか知りませんけれども、4年、一期4年というのが長いと感じる人も、まあ、多いと思うんですね、この任期として。ですから、まあ、自分の経験に引き当てて考えますときに、たとえ1ヶ月でもいいから、総統全インターナショナルというところが窓口になっていただいて、今、支援金とかたくさんございますので、そういったところで渡航費の補助とか、滞在の補助とかを各総幹部を通じて、本当、まあ、10日でも1週間でも、まあ、ビザが有効な限り、まあ、観光ビザで言えば3ヶ月でもどのくらいでもいいんですけれども、そのような窓口をもう広げていただければということを願うのであります。なぜならば、州門の方でも教科研修所の国際課程というものが開いておりまして、皆さんそこを卒業された方、今ほとんど小島先生ぐらい一人が残っているぐらいで、皆さん戻られてそのままになってしまっている。やはりなかなか海外に出るというのは大変でございます。ですけど今は本当に安い費用で海外に自由に行かれる、わざわざどっかに束縛されていくよりは自分で自由にどっかに行きたいなというような方もちょっと多く見られるようでございます。それからやはり海外での、まあ、国際福祉に、なられるという方はやはり生活もありますので、向こうでいただける費用とですね、家族連れてったらどうなんだろうというのを現実的にやはり考えられている方も多いようで、
その辺を我々はじゃあ全てその生活が見られるほど相当転移がなしになるか、潤沢に資金があってその方々を応援できるか、それもなかなか難しい状況になります。で、海外には国際布教師とまたある意味、本庁から派遣されている方とのやはりその辺の違いも若干こうあるみたいでございますので、これはちょっと今のこのやはり円とドルとの関係とか、若い方々の海外離れとかですね、そういったこともやっぱりある程度考えていかないと、我々もやはりスカラシップはきちっとこう出すようにはしておりますけれども、やはり今新部長さんの方でこうそういう広告に対して誰も、電話一本来ないというのは、我々も必要な立場でございます。ちょっと補足をさせていただきました。はい、フロアの方からもう一人ちょっといいですかね。鈴木同士いろいろと A ゲージの方でお役にいただいて、A ゲージの方の講演とかいろいろさせていただきました。で、スタッフの中でこちらからどちらかというと仕掛け的な形でやっていただいてて、もしかしたら両大本山さんご迷惑なんじゃなかったのかとか、そういう意見も出てきたんですけれども、両大本山の講演会とかっていうものはどのようにお受け取りいただいているんでしょうか。大変本山の講演ですね、ご協力いただいてありがたく思っておりました。おかげでですね、若い人の中にも海外不況に限らずですね、不況に関わりたいというそういう人がたくさん出ているということは確かです。で、海外のことを教えていただいたということはですね、大変良かったと思うんです。もう仕掛けなんてとてもそんなことは思っておりません。ありがたく思っているわけです。それは鈴木博士だって、ね、よくお話聞いてましたしね、それから、時に大変面白いお話もありましたけど、でも非常にこう激励されたり叱咤されたりですね、されたこともありますから、本山としては良かったと思うんです。ちょっと考えることはですね、この善というものをですね、こちらから発信すると、海外で発信するということがあまりこのなんて言いますか、ウェイト的に多すぎますとですね、普通になるというか負担が大きいねということですね。あるがままにこの日本の国の中で国際布教をやることをどうしたらいいかということも考える必要があるんじゃないかと思いますね。この間去年一昨年まで、一昨年から去年の春まで、秋安吾で一人アメリカから安吾しました。非常にこの好評だったんですよ。雲水の間で真面目にやってくれた。で、かえってですね、逆にこの影響を受けた大衆がですね、よそから来た人の場合であまりにみっともないこともできないというようなこともあって、いい影響を与えたいように、それから人権的な意味でもいたわるというか、そういった面で良かったんじゃないかと思うんですね。非常に人気がありまして、言葉は話せないですよ、日本語は全然。しかし6ヶ月案を続けていきました。耳を広げて、目を広げて、体で感じ取って、で6ヶ月案をしていきましたけど、非常にこの真摯な態度に打たれましたから、ですから帰ってですね、海外から来て日本で全部布教していったんじゃないかと思うような感じですね。
ですからですね、一方的なものじゃないと思うんですね。宗教とか文化とかっていうものは片方にだけ流れるものではなくて、常に流れたら返ってくるものということをですね、思って、大切に、海外の人、来た人に大切に扱ってあげることが最も大切な海外布教じゃないかということ、そのこの元をですね、ここで皆さんに考えていただくということも一つではないかと思います。はい、失礼しました。ありがとうございました。突然のご指名で、大変有益なお話をいただきました。ありがとうございました。時間がですね、5分前でございます。この辺で取りさせていただくわけですけれども、一応お花壇の皆様の中で、秋葉先生、大葉先生、石田先生はこの、第2弾、まあ、1というようなご意見だったと思います。そして、山本先生と石田先生は第1円の発展的解消、これは後ろ向きではない、前向きの絶対のこれからの在り方という、まあ、ご提言だったというふうに、思います。これから年次総会の時にですね、皆様からこのいただいた貴重なご意見を参考にしていただいて、決議をしていただけたらと思います。本当に1時間、半近くでございましたけれども、至らないこの進行を約束させていただきましたけれども、これをもちまして、ご検討を終わらせていただきます。本当に、ありがとうございます。